おはようございます、原沢です。今日はジムにまたいじります。今日はですね、この昭和ガレージさんのおまんじゅうクイックボディマウント、60ですね、これを装着していこうと思います。全部で8個ですね。でこちら側が穴の大きいやつで、こっちが小さいやつ、2種類ありまして、穴の大きいのは一番前と3番目、15パイってやつですね。やっていきます。この辺に、あれ何これ、こっち側のマウントが壊れてる感じがする向こうと形状が違うんだけど、自分でつけたもんじゃないんで何とも言えません。はい、多分これ壊れてますね。ちょっと心配ですがやってみます。それでもう取れんだっけな。何回やっても割りそうで嫌だ。先に取っとくべきだったね。あ、どっか置いとく。続いて目玉を取ります。あ、ボックス持ってきた方がいいな。10でしたね。優しく止まってる。これはどうしようかな。んかコード外してたのがいいのかな。ほら落とした。はい、どうやって取るんでしょう。この後ですね、全部外さないと取れねえじゃん。よし、後ろ2箇所外せば取れます。はい、やっとアクセスできます。これは、14だな。はい、この長いので緩むかどうか。場所が悪いな。硬いぞ。あ、緩む。いや、ラチェットが欲しい。はい、大きいのが出てきました。これなら回るでしょう。しかもラチェット。来ますせい。へい。もう手でも回るけど、まだ抜けては来ないか。長い。どうやって取るんだ。張り付いてるだけか。
着いた。はい、結構砂が入ってるね。これが純正、ここがゴムがなくてこうふにゃふにゃなんですね。でこちらが昭和ガレージさんのやつ。まあ一目瞭然、硬くなりますね。裏も穴が小さいし、はい、カラーは入ったままなんでこのまま入るんだと思います。よし。でお皿の向きについてよく書いてある。これだけ下向きなんだね。あ、ネジロック、はい、2243、こっちかな、中強度、これでいいと思います。どこまで入る。よし。はい、最後はトルクレンチで。うん。そんなに来る。なんか怖い。うん、怖いよ。まあいいか。怖い。はい。右前にこんな虫が入り込んで死んでました。さあ、二つ目を。あ、ここか。はい、二個目は。ここですね。ここはロックナットが塗ってないので楽だといろんなものに書いてありますが、果たしてそうなのでしょうか。あ、すぐ緩む。はい、3個目はリアタイヤの前あたり。4個目は、バンパーの中ぐらいかな。どうだっけな。どこだ。あ、ここだ。ここです。見えるかな、暗くて。あれ違う、皿が逆だ。これが正解。はい、トルクレンチのこのちっちゃいのがないと思ったら有利のところに新品がありました。よいしょ、 OK。 はい、3つ目は17だ。はい、完成。それでは走ってみます。さて、どんな感じになったかちょっとその辺人を巡りしてみたいと思います。ん、勝てぞ。
手にしようか。されるような変な感じがなといえばない。確実に硬くはなってますけど、まあ、空気圧が 2.3 なので、これならば空気圧をもう少し落とせるな。今まだタイヤがガチガチな感じがしますので、私は多分 2.0 ぐらいまで落としちゃうかな。ちょっと砂利道行ってみます。ゴク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 タイヤが硬いのもあるんだけれど、はい、結構、やっぱりタイヤが硬いな。これは硬いぞ。どこを良しとするかがちょっとまだ変えたばっかしてわかんねえな。60でこれだから70だともっとすごいんだろうね。もう一回アスファルト道路に戻ってみます。これは私は60でよかったかな。70入れたら多分やめたくなっちゃうかもしれない。元に戻したくなるかもしれない。まあ今かなり狭い道を走ってるんで、40キロとか30キロ、今25キロぐらいですから、これだとまあちょっとロールとかその感覚が分かんないんで、もうちょっと広いところ行ってみるか。何しろしっとりさせたい感じがしますね。まあ、このタイヤ履いてしっとりってのもないんだろうけど。ここってのはね、増えてますね、確実に。乗り心地は、どうだろう、かなりスポーツカー。橋のつなぎ目をコクンコクンってなりますね。めちゃくちゃタイヤの太い、車のこうバンってなる感じとは違うけど、しっかり感はある感じかな。でもまあノーマルのダンパーだからな、これ以上は無理かもしれない。でもブレーキングはなんか楽な気がするね。なんかヨレヨレンっていうのがない気がする。あと揺り戻しがやっぱり減りますね。ブワッシャーンっていうのが、
5キロぐらいのコーナリングでしたけど、なんかフロントが逃げる感じもないし、硬いっちゃ硬い。ノーマルがいい人は乗り心地重視で乗るんだったらやらない方がいいかな。ガコンガコンします。ただ運転しやすさは多分こちらの方がある。ロールした後にそのロールが安定しないイメージがあったんだけど、いい感じですね。結構ね、危ねえと思って乗せたことがあるんですよ。いやって感じで乗らなきゃいけないところが思った通りに動くといえば動く。ただやっぱりノーマルよりはかなり硬い。あと空気圧ですね。ちょっと何が大変って、まあ、フロントをバンパー周り外すのはそうでもないけど、どうだったな、なんだろうな、フロントの 11.113 ニュートンかのトルク管理、この辺の方が面倒かもしれない。はい、以上、昭和ガレージクイックボディマウント60の取り付け動画でした。バーン。